ちょ、攻撃された。うわー、マジか。待って、でもナイス。耐えてくれ、カップで。リスが遠い。リスが遠い。スルーして。ピュリファイア、ピュリファイア。やばい、トリプルゲリー受ける。トリプル、トリプル。頑張れ、頑張れ、頑張れ。オーケー、やってた。おお、4枚目。やばい、やばい、やばい。リスカった、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 ここで。やばい、やばい、今の。とんでもないプレイが。とんでもないプレイが出てますよ、今。とんでもないプレイが出てますよ、今。やばい、やばい。覚醒、覚醒、覚醒。やばい。マジで覚醒してる。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。さあ、というわけで今日は COD モバイルをやっていきたいと思います。今までね、ずっとやらないやらない言ってたんですけど、今日はちょっと動画を撮ろうかなと思います。僕は今までコンシューマー版のね COD でずっと活動してきて、モバイル系は本当にとかモバイルゲームをねほとんどやったことがないですね。もうなんかめちゃくちゃ苦手なんですよね、モバイルのこのちっちゃい画面でやるっていうのはすごい難しくて。で、というわけで今日は何をやるかっていうと、 COD モバイルの世界大会があるらしいんですよ。で、それがそのゲーム内で予選に誰でも参加できるっていう、なんかめちゃくちゃいいシステムがあって、なんでこれモダンオフェアにないんですかね。ちょっとアクティビジョンさんお願いしますよ、これというわけで今回はその COD モバイルの世界大会予選に参加してみようっていうね動画になりますね。で、まあ軽くねちょっと説明すると、こんな感じで COD モバイルステージ 1B っていうのが、そのソロオンライン予選が7月2日から7月の26日までありまして、で、期間中にランクマッチをプレイして80ポイント稼ぐと、その次の、段階の予選に進める 2B っていう次のね段階に進めるみたいですね。で、参加資格はランクがベテラン以上の方、まあでもベテラン以上なら本当誰でもゲーム内からサクッと参加できて、なんかしかもゲームの得点ももらえるというね、めちゃくちゃ素晴らしいシステムですね。本当にこれ PS4 版の COD に欲しいシステムなんだけど、まあステージ2がその地域トーナメントで、ね、さらに進むと、まあ、地域予選っていうのがねあるみたいです。じゃあ早速、このメインメニューのこの左側にこうあるんですよね。これポチッとして、で、ちょっとまず日本語化されますね。で、第一次予選が7月2日から7月5日になってます。で、こんな感じで今回の、ね、一次予選の報酬は、ね、こういうのがなんか武器も下の方にありますね。まあ、こういうのがありますよと。で、僕今ちょうどベテランにさっき、ね、なったので、ここから登録をして、で、これ確定かな？これだけでいいのかな？これでいいみたい。進行中。だからこれで、あれですよね、多分ランクマッチをプレイして、まあ、ポイントを稼げってことだよね。ちょっと今日はチームメンバーのベブラ君を召喚しました。ね、彼は COD モバイル結構やってるみたいなので、きっとめちゃくちゃうまいので、ちょっと助けてもらいましょう。マップ自体はね、COD モバイルガチ勢の方よりやってるからね。間違いない。数年やってるからね。まだ真ん中の2階を取ってだよね。やべ。予選でチームデスマッチですか。開幕、これ初動大事だな、マジで。ここはもう、バッて左に登って、打とうスライディングで正面。プレイよ。今来てないな、来てないね。あ、でも階段にいる。あ、ちょっとなんで。マインは押して。ああ、間違えて押しちゃう。危ない危ない危ない。ショルダリングショルダリング。1キルして。ああ、もう一人スナイパーおるし。上は取れてる。やべえ。湧いた？湧いてる。リスカってる、リスカってる、リスカってる、リスカってる。いやマジか。クソリスだ。最初の。おお、待って。もうジェイス来てるな。やばい。ジャック。リス変わって。最初のあれのまんまだけどな。これまた戻ったパターンだな。センター上？あ、これあとセンター下？いや、惜しい。センター下いたけどな。オッケーオッケー。続ける。これは続き。弾があった。10対10。めっちゃめっちゃ下から。センター3枚、センター3枚。1枚だ。あと2人。もうセンター下からいってる。ロロロロ。あ。あ、おお、来てます、来てます来てます。これリス変わったんじゃね？あ、変わってないわ。ちょっと待って、危ね。
正面多いわ、正面多いわ。19対19ですよ、これ。あ、センター2枚、センター2枚。やばい、ロング、ロング、マジ難しい。ごめん、一発しかある。うわ、あの人、うまい。めっちゃ出てくる。あー、マジか。やっぱ世界大会の予選とか違うな、やっぱり。おさぞろいだな、これ。どこの国ですか日本だ、日本か、みんな。センターやばい、ピリファイで突っ込んできてる、こいつ。いやー、まあ、ナイス。オッケー、カット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 。30対35、ちょっと負けてる。え、なになに？あ、テンペスト？やばいな。いや、動けないし。あー、やばいな。キラキラし。スペシャリストで一気に。あ、待って、はぁ、うまい。おい、あかんよ、あかんよ。ダブルキル。いや、なんか後ろ来てる。後ろ回ってきてる。トリプルキル。あー、4枚目。36対42。なんか開いてるな。開いてるな。いやもう、どっちも負けてるよ。1試合も負けてるし。これは下だな。エアストライク。ワンチャンもっかい穴へ溜まってくんねえかな、これ。OK、ワンダウン。ちょっと、両取り。下だな。ツーダウン。39対45。ちょっとまずい。まずいまずいぞ、これ。お、いい、4、ある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 。これはある。椅子変わらないかな。こっからちょっと、命大事に。若干あるけど、まだ大丈夫な気がするな。右ない。ちょっと怖い。変わってる。ゲーワンダー変わってる？俺前向いとこはでも。ああうまいな、それは。いや、45対47。リス勝った。俺こっちが行った。UAV の俺、UAV の俺。ナイスナイス、でかい。UAV はでかいでしょ、今。ここはでかい。40対48。ああ、2回行った、2回裏取ってる。まず。待って、間に合え。バカッチ、カット。あと、やったでしょう、これは。フリさん強くね。あそこは高いやん。42だから、今ので1試合12ポイント入ってるんだね、これ。なるほどね。で、俺、ちょっとランクが高いから、俺14ポイント入って、あと、5勝すればいいんか。ハーポだぞ、これ。ハーポは勝てるでしょ。150で。あ、一緒じゃないか、一緒だと思う。これ一緒だ。めっちゃいる。まずセンターカットして、もう乗られたか。ポイントの中めっちゃいるわ。結構めっちゃポイントの中に入ってくるあれかな？かな？ブレイって。いや、車の裏にいる。ブレイ。お、いいぞ、味方。おー、ナイス。おー、強い。ショットガントリプルキル？オッケー、取った、僕入れ入るか、これ。で、この頭出しで安定のキルでしょ。おー、やばい。うー、もうずっとガレージから来るぞ、ガレージから。で、ハンターキラーをここで出して、で、UAV を出して。で、多分ちなみに次ポン向こう側なんだよな。そう、向こうだよね。で、ここで一回センター取った方がいいな。ね、外周からもの、これ外周から。キーの。で、これリスキルして。左側からスライドして。いい、やばい。でも2枚削った。今中いけるな、正面。あ、オッケー。あ、リスカットわ。ポイント。後ろ湧いてた、後ろ湧いてた。危ない。仲間取れた、仲間取れた。やっぱ後ろ割ってる。ここで角待ちしようか。で、若干、あ、やばい、ポイント。おー、なんか、たまたまダブルキル。入っとくわ。あれ、意外とバレてないわ。入っとくわ。あれ、意外とバレてないわ。入っとくわ。あれ、意外とバレてないわ。ちょっと、クソイム。オッケーオッケー、神回避でしょ、今の。あと10秒。ちょっと、伏せ打ちしてきた。やばいの、もうスライディングジャンプもしてる。真ん中に来る。おお、危ない。左側のやつも上に抜けんかった。オッケー、いいぞ。このままセンター押さえてればいける、ね、とりあえずポイント内は入ってる。戻ってった。これ椅子変わりそうだな。あー、やばいかも。あー、変わってる。あ、待て。あ、倒してないな。ナイス。でも穴痛まったわ。横から、お、グラビティスパイクだ。もう全員右側。め
っちゃ来るな、ロングから。いやー、出てくるね。オッケーオッケー、カットカット。いいよ、形いいよ。このまま、なんだなんだ、ミスも一応2本目もこっち側だから。うわ、ここ当たるの食らった。きつそう、これ。あ、でもエリアカットできた、エリアカットできた。いや、ここでちょっと2本目がっつり取りたいな、全部。ナイス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 、押しすぎなければ。ナイス、右死んだ。左側がもゴミ B 側からも来てる。オッケー、センター1枚カット。ど真ん中か、真ん中だな。オッケーオッケー、カット。もう30秒、30秒で11秒で取り切りだから、それまでなんとか耐えたい。うまい、これナイスナイス。でもいいいいいい、でこれ中入った方がいいな、もうリス取るより。オッケーオッケー、中で守ろう。さあ行くぞ。硬いデスマシンか、あれ。こいつやりたい。うわー、マジか。待って、でもナイス、耐えてくれ、頑張れ。リスが遠い、リスが遠い。スルーして、ピリファイア、ピリファイア、やばい、トリプルギリいける、トリプルトリプル。頑張れ頑張れ頑張れ。オーケー、やってた。おお、4枚目、やばいやばいやばい、リスカったリスカったリスカった、ここで。やばいやばいやばい、今のとんでもないプレイがとんでもないプレイが出てますよ今。とんでもないプレイが出てますよ今。やばいやばい、覚醒覚醒覚醒、やばい、マジで覚醒してる。えー、やばい、燃え抜け、おお、本当にやばい今の。やばい、もうちょっと今の一瞬だけマジね、覚醒してたわ。えぐ、いや、これはもうハードキャリーで俺マジこの試合何もできんかった。いや、もう前半やばかったけど、クソエイブしまくってた。はい、おめでとうございます。次のステージの進出が決定、いや決まりましたって。いいね。でこれなって取得取得、あ、これで今報酬をもらってる感じで受け取りましたと。で次が二次予選が、まあこの、ね、近日登場ってね、7月9日にあるって感じか。 A few minutes later。 うわうわ、あん時にプレデター出せばよかった、もう最悪。おーのー、あーあ、うわー、アナイ打ち込めよかったー、やば、最後の追い上げ、うわー悔しい、残念。じゃあ僕はね、今回ね、じゃあ90ポイントで、終了って言って、で次が来週ですね、またじゃあお疲れ様でした、すいませんね、なんか僕だけ。いやー、うち俺もう来週来週までいいよ、練習しまくろう、マジ。いやー悔しい。